いっぱいあるよ。何でもいい。誰が一番モテてましたか。せーの、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 はい。これそれマジで本当ごめん、本当自覚できてないよ。でも分かりやすく言えばさ、芸人来たやん最後。アルコンドピース。え、アルコン、それそれ、そうです、平子さんと。あれ、あ、さん、そうだ、あれは結構好きだから、その人がなんか渡辺龍門くんいるみたいな、なんか芸人が渡辺龍門くんいるって瞬間に、あのコンサートホールみたいなところがキャーって黄色い歓声が出た時に、でもさ、さすがタレントだな。あの、あの終わった後さ、龍門と北馬の後すごい列できてるな。サインみんなが違ってね。すごかった。あれめっちゃ覚えてんだけど俺。卒業式の後。したのは覚えてる。もう行列。行列だよ。行列できてたよね。まあ、モテた感じ。楽しかった。じゃあもっと遊べばよかったわ。そうなんですやめろ。だからでも龍馬まで行っちゃうと、あの女の子側も多分アタックできないだろ。私の花ってことだ。私なんかね、なんか無理って言われて、だから龍馬に実際 届いてないけど、かっこいいな、すごいなって人は、だから龍馬から行ったら絶対行けた。誰でももう保育館全員。そんなわかんない。やめろお前、お前価値が下がるからその言い方やめろ。ガチやめろお前、俺の奥さんだ。いやでも龍馬モテてたと思う。マジで。俺全然マジでわからない。それは金の花だったと思う。